大げさだけれど私にとってそれは確かに希望の色だった。次々に現れるこの国の色たちはあっという間に私を虜にした。出会ったことがないはずなのにどこか私らしい気がする。ずっとそこにあったはずなのに私が初めて見つけたように思える。そんなこの国の色たちに私はずっとときめいていた。ミートカラーズ台湾。